SCP-903-JP の状況下にある SCP-903-JP-1、2。アイテム番号、SCP-903-JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-903-JP 及び SCP-903-JP-1 は標準生態収容棒及び標準人型収容棒に収容されます。すべての職員は許可なく SCP-903-JP を目視してはいけません。SCP-903-JP-1 の踊りを許可なく止めてはなりません。SCP-903-JP の実験には、セキュリティクリアランスレベル3以上の職員1名以上の承認が必要です。SCP-903-JP-1 は常に3個体以上外示されなければなりません。必要個体数を下回った場合は可能な限り寿命の長い生物を SCP-903-JP に暴露させてください。説明。SCP-903-JP は認識汚染能力を持ったメスのホンドタヌキ、ニークテルーテスプロシオノイデスビブリヌス、です。SCP-903-JP の首関節は通常の個体よりも柔軟ですが、それ以外の身体的異常はありませんでした。SCP-903-JP の特異性は SCP-903-JP が後ろ足を畳み、額を床につける姿勢、いわゆる土下座の姿勢を取ることで発現します。その姿を見た生物は踊ることは素晴らしい、という観念が植え付けられます。このようにして、SCP-903-JP に暴露したものは SCP-903-JP-1 に指定されます。SCP-903-JP-1 個体に記憶処理を実施しても異常性は消失しません。SCP-903-JP は SCP-903-JP-1 個体によって、ミスター、小次郎、と称されています。多くの場合、暴露してすぐに SCP-903-JP-1 はその場で踊り始めます。その踊りには個体差があります。SCP-903-JP-1 の身体の構造は踊りのために最適化されます。具体的には、四肢の関節の可動範囲の増加、四肢の筋力の増加、二足歩行のための体幹の強化が確認されています。現在、SCP-903-JP-1 は125個体が収容されています。多くは、異常性のない動物及び人間です。しかし、一部異常なオブジェクトがその中に含まれており、SCP-JP へと再指定されました。SCP-903-JP-1 は睡眠中や食事中以外は基本的に踊りを踊っています。踊りを阻止することは可能ですが、SCP-903-JP-1 の反発があるため、推奨されません。SCP-903-JP-1 は暴露直後の踊りを終えた後、別の SCP-903-JP-1 を探索し、グループを構成します。グループの構成員は12、69です。このようにして4つのグループが構成されていることが確認されています。SCP-JP は口述の SCP-903-JP の回収の際、オブジェクトの影響を受け踊っている状態で発見されました。現在は SCP-903-JP と異なる収容施設に収容されています。SCP-JP の詳細は別紙の報告書を参考にしてください。SCP-903-JP-1 個体実例。分類番号、SCP-903-JP-1-1。種別、イエネコ、フェリスシルブストリスカチュス。顕著な強化点、四肢の強化、追記、立ち上がって、フラダンスを踊る。分類番号、SCP-903-JP-1-2。種別、イエネコ、フェリスシルブストリスカチュス。顕著な強化点、体幹の発達、追記、ボールがないにもかかわらず、ボールダンスを踊る。分類番号、SCP-903-JP-1-67。種別、豚、SUS スクロファドメスティクス。顕著な強化点、下半身の発達、追記、に個体によって創作ダンスがなされる。分類番号、SCP-903-JP-1-25。種別、
人間、初期収容時に暴露。顕著な強化点。体幹の強化。追記。機械体操を行う。非常に高度な技を継続して行い続けた。以前はこのように踊ることはできなかったと主張している。分類番号。SCP-903-JP-1-58。種別。キハダマグロ、スヌスアルバカレス。顕著な強化点。ヒレの異常発達。陸上での二足歩行。陸上での呼吸。追記。水中でも、陸上でもシンクロナイズドスイミングが行われる。分類番号。SCP-903-JP-1-79。種別。アシダカグモ、ヘテロポダグナトリア。顕著な強化点。強化はなし。追記。ブレイクダンスを行う。ごくたまに足がもつれ、転ぶような仕草をする。分類番号。SCP-903-JP-1-94。種別。アミメキリン、ジラファカメロパーダリス。顕著な強化点。特に下半身の強化が顕著だった。追記。二足歩行しながらロボットダンスを踊る。の動物園で行方不明になっていた個体と特徴が一致した。分類番号。SCP-JP。種別。既存の生物と一致した特徴を持たない軟体生物。顕著な強化点。強化箇所不明。追記。全身をねじり続ける動作を行う。SCP-JP 自体の異常性の暴露を受けて周囲30メートル以内にいる3名の D クラス職員が身体をねじり2名が終了した。生存者は SCP-903-JP に暴露していた。SCP-903-JP はテレビ局に不審な集団が現れ、11名が SCP-903-JP に暴露したことから存在を知られました。SCP-903-JP は後方に SCP-903-JP1 個体をすべて引き連れて、テレビ局エントランスで、土下座を行い、SCP-903-JP1 は各々の踊りを踊りました。SCP-903-JP 及び SCP-903-JP1 の収容は財団エージェントに2名の暴露者を出しながらも成功しました。別途、SCP-JP も財団エージェント8名の暴露者を出しながら収容されました。SCP-JP の暴露者のうち SCP-903-JP に暴露していた2名は生存しました。ほい、SCP-903-JP が2000年に老衰で死亡しました。その時突如、SCP-903-JP-1、1SCP-903-JP-1、6、7SCP-903-JP-25 SCP-JP が、私がミスター、小次郎の後継者だ、と主張し始めました。この主張はそれぞれの個体が発することができる音によって、十分に認識可能な形式でなされました。その後、SCP-903-JP-1、1SCP-903-JP-1、6、7SCP-903-JP-25 SCP-JP は順に踊り始めました。その後、SCP-903-JP-1 はお互いに隔離されているにもかかわらず、後継者争いのために踊った SCP-903-JP-1 の踊りの評論をはじめ、最終的に SCP-JP が後継者にふさわしいという意見の一致が行われました。その後、SCP-JP は自らの特性を失い、代わりに SCP-903-JP の特性を得ました。そのため、SCP-JP を SCP-903-JP として再指定しました。